はい、皆さんこんばんは。だいぶご無沙汰しております。新しく新年も始まりまして、それももう中旬を、になってしまったという状況ですけども、以前ですね導入いたしましたワンタッチというこちら、ウィローモスをですね、綺麗に整理するためのアイテムですけども、その後こんな感じになりました。はい、かなりウィローモスがですね生い茂っているという、まあ、そんな状況になっております。エビちゃんもですね、かなりもう慣れてくれたみたいでして、あちこち泳ぎまくってる状態です。で、以前の動画の時にですねはもっと殺風景な感じだったかと思うんですけども、アナカリスとかですね、あとは、マツモですね、これを導入いたしましたので今ちょっと鬱蒼とした状態にですね、なっております。で、あと生態をですね、別に、導入しております。こちらピントがありますかね。ピント合わないですかね。石巻貝ですね。ちょうどこのワンタッチのところがですね、このベースのところがちょっと、汚れているかと思うんですけど、これ苔なんですけども、このワンタッチがあるがためにですね、ここだけはちょっと食べ残しで苔が残ってしまってますが、で、それ以外ですね、水槽のガラス面にだいぶですね、苔が付着していたんですけども、これをですね2週間ぐらいかかりましたかね。それでかなりここまで綺麗にですね、石巻貝が食べてくれました。いいですねこの貝は。自分で掃除しなくて済みますので、生物兵器って言えばいいんでしょうかね。非常に有効な貝かなと思いました。取り急ぎですね、その後、ウィローモスをまとめる、アイテム、ガジェットですね、ワンタッチですけども、こんな感じで、ウィローモスが成長しましたという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。